名古屋市水保公園名古屋市水保公園ラグビー場名古屋市水保公園ラグビー場は愛知県名古屋市水保区山下通り5の4の名古屋市水保公園にあるフットボール専用の球技場施設は名古屋市が所有し公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている2015年4月1日から 名古屋市水北区に本社を置くガス器具、給湯器の製造、販売会社であるパロマが、命名権を取得しており、パロマ、水穂ラグビー場の故障を使用している。命名権に関する詳細は、名古屋市水穂公園命名権を参照。全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会、地元のアマチュア公式戦、第49回国民体育大会のラグビー競技などが開催された。 1992年から2001年までは名古屋グランパス8が年間数試合を開催。また2007年9月29日に柏レイソル戦を開催した。J1 開催については J リーグライセンスでは芝布席を除いた固定座席で J1 リーグ基準1万5000人以上を必須としており、現在の実践収容人員では J1 基準を充足していない。 国内大会国際大会ラグビー場の補助グラウンドとしてパロマ、水ホラグビー練習場がある。2014年11月にグラウンドを人工芝化し、試合前の練習や地域大会、少年ラグビーレベルでの試合に使われている。フットサルにも利用可能。ありがとうございます。